2018年11月15日、名古屋競馬東海菊花賞のパドック、ジョッキーが乗った後、あと1周の周回を、ご覧いただこうと思います。よろしくお願いします。最後の周回をご覧いただきました。僕は1年と9ヶ月、馬券術の発信活動をさせてもらってます。僕は、自分の意見を発信し、人の現状をよくできるコーチに、憧れて、まあ、そんな夢を持って、まず発信活動をしてみようということでしてます。もう1200人くらいに、目から鱗と言ってくださった、馬券術の方、今なお改良を続けて、限定30名で、無料の電子書籍として配布してます。無料の理由はアンケートを取りたいからです。それでは、お待ちしてます。ブログ見てお待ちしてます。動画説明欄に待ってます。よろしくお願いします。失礼します。切れないな。